サマル級巡視船は、インド沿岸警備隊が運用する、巡視船の船球。インド洋に広がる、排他的経済水域での警備、救難を目的として、102メートル先進救難警備船として、計画された。当初は12隻の建造が計画されたものの、まもなく6隻、ついで3隻に減らされ、これらは1990年4月に発注された。 ネームシップは1992年8月26日に五和造船所で浸水。翌1996年2月14日に収益した。また、後に4番船が追加され、これは2001年12月14日に浸水した。また1999年には本級をもとにした発展型2隻の取得が認可された。これらは船体を大型化し、 指揮官も強化されているため、別の艦級として扱われることもあるが、本級として扱われることもある。これらは2004年から建造が開始され、2008年から2009年にかけて収益した。また6隻の追加建造も検討されている。船体の設計は、インド海軍のスカーニャ級小海艦を大幅に流用している。朝鮮首脳船の船体の中心に船橋と、 ヘリコプター格納庫が位置する。船体に対して構造物は小さい。船体には、紺色の車体と右舷側に、コストガード、左舷側に、と、を書きしてある。主機関は、ビクラム九巡視線に引き続き、セムットピルスティックの V 型16、気筒ディーゼルエンジンである 16PA6V280 であるが、キルロスカオイルエンジンによりライセンス生産化されている。 サンカルプ以降は、V 型20気筒に強化された 20PA6 バイト STC に変更されている。手法として、オートメラーラ射程 76mm スーパーラピット砲1機を選手間板に搭載する。76mm スーパーラピット砲は、世界各国の軍艦に採用されているベストセラー艦載砲で、インド海軍の艦船にも広く用いられている。 放射撃式装置としては、船橋上に配置されたラドメック -2400、光学砲位板が用いられる。なお手砲と船橋の間は広く空いているが、アメリカ沿岸警備隊のカッターのように、有事には艦隊艦ミサイルを装備するのではないかという指摘がある。サンカルプ以降は、CRN-9130mm 機関砲2機2門となっている。船体の後部は、 ヘリコプター艦艦となっており、中型ヘリコプター1機の運用が可能である。収益時には、ヒンドス対航空機が、アエロスパシャル SA316 バイトをライセンス生産した HAL チュタクを搭載していたが、現在は、国産の HAL ドゥルーブの搭載が予定されている。艦艦には、昼夜兼用の着艦誘導装置を搭載する。サンカルプ以降は、 トゥルーブを前提としている。搭載艇として複合艇2隻を船体中央に搭載する。ヘリコプター格納庫には原則に放水銃が1機ずつ装備してある。この放水銃は消火だけでなく船舶に対する沈圧にも用いられる。船尾にはクレーンがあるほかオイルフェンス用のリールを搭載するスペースがある。サンカルプ以降の搭載艇は5隻となっている。日本にもたびたび寄港し、 海上保安庁の関越式や共同訓練に参加している。海上保安庁関越式にも1番線、サマル2番線、サングラム4番線、サガールが招待された。ありがとうございます。